こんにちは、みほです。今日は出かける予定があったのですが、急にその予定がなくなってしまって、どうしたものかと、とりあえずコーヒー豆をひいて挽きたてのコーヒーを楽しもうと思ったら、なんか豆の量が足りなかったみたいで、ちょっと薄いコーヒーが出来上がりました。それでも挽きたてということで美味しかったです。今日1日何も予定がないもんですから、じゃあどこかに出かけようかなとか、洗濯や掃除をしながらぐだぐだ考えていたら、あっという間に夕方になってしまいました。何かやらなきゃと思って、久しぶりにギターを弾くことにしました。最近ギター教室に行っていませんが、やめたわけではありません。なんで行ってないのかというと、ギターの先生が語学留学に行っているので日本にいないんです。帰ってきたらまた通いたいと思っているんですけれども、それまでにギターが上達するようないい方法はないかなと思い、本を読んだりもしたんですけれども、なかなか進まず、そういえばギターのレッスンのアプリはないのかしらと思って検索してみたらあったんですよね。ギターを教えてくれるアプリ、どんなものかしらと思ってちょっと始めてみたんですけれども、結構面白そうだったので続けてみたいと思います。まあそんな困難をしていたら、あっという間に夜になって、こちらキノコのオリーブオイル漬けを使ってパスタを作りました。混ぜるだけなのでとっても簡単でした。キノコとオリーブオイルのパスタです。それにチーズをのせ、プチトマトを添えました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。